乙女がムチュコタンの好物だから、あなたには作れないだろうし、そもそも、あの子は、私が作ったのしか食べないのよ。と言って、いろいろ置いていくが、旦那は、乙女が持ってくるものすべて拒否する。理由は乙女が飯まずだから。拒否っても持ってくるので、もったいないし昼に私が食べていた。そんなある日、義実家に行くと、乙女が、旦那にご飯食べてるかと聞くと、母さんの飯はまずい。嫁子の食ってみろ、かなりうまいから。で、ウトが、そうだな、たまには、他の人が作ったのも食べようと言い出し、私が作ることに。とりあえず冷蔵庫にある食材で、唐揚げとほうれん草のおひたしと、味噌汁、大根人参玉ねぎを作った。そしたら、乙女が一口も食べずに、唐揚げ、マヨネーズ、おひたし、醤油、味噌汁、七味、を大量にかけた。あげくに、まずいこんなの食べれない豚の餌だ。と言って、皿ごと床に叩き落とした。たったそれだけなのに、私はブチギレて。豚の餌だろうとなんだろうと食いもんは大切にしろ。早く拾え。って言ったら、乙女がうるさーい。と切れながらぶちまけたご飯を踏み、あんたなんかの作ったもんゴミよ。と、その行為にさらに切れて、拾えっつってんだろ、さっさとしやがれ。誰が踏めっつった、日本語わからねえのかババア。と平手打ち。最終的に、乙女は泣きながら拾い、旦那とウトは、嫁子を怒らせちゃ、ダメだと二人で話してた。